INFP でも他人の意見を気にするのも T の特性を持つ方たちですと。はい。もうちょっと僕には。はい。英語が4つ続くとちょっともう。アルファベットの4つが難しくて。A と T ですよね。神経症傾向とか。ああ。その要素ですよね。でもそんな細かく分け、っていうモードが出てくるんですけど。はい。はい、そんな細かく分けてさ。そこがまあ F と T の違いじゃないですか。いや、F に T、ああ、その T はそうか。何が起こっ、あ、その T ってシンキングの T、はい。何が起こってるのかっていうのに興味を持つのが T じゃないですか。はい。で、こう、理想、F、F っていうか NF は理想だとすると、はい。まあそんなことはもう関係ないんですよ。何が起こってるかなんか関係ない。まあ実際そうですよね。はい。でも実際そう思いません、うん、SP さん。SP 的には別に、あるものはあるんですよ。ないものはない。わからないものはわからない。うん。以上ですよ。でも明日に、明日に行こうよじゃないですか。ん？明日に向かってレッツゴーじゃないですか。SP。今、うん、僕は、僕は言ったけど、はいはいはい、どっちかっていうと、今、はい、今だとしても、はい、向かってるのは明日ですもんね。明日に向かって行ってるだけですよね。なるほど、はい。見てはないよと。見てはない。なるほど。に近いんじゃないですかね。なるほど。はい、女性の場合、T でも F の要素を持っている人が多い気がしますと。まあ、社会的な動物ですからね。はい。はい、私も INTJ ながら INFJ の考えも理解 できる時が多々あると。INFP、こんなくだらない診断に縛られてるやつらは二流だよって。あ、そんなこと言う気持ちもちょっとわかります。はい。T の人でも第3か第4に必ず F 機能を持つので男女の関わりがないと思うと。あ、そうなんだ。僕より女性の方が、うん、あと特にそういう社会的な対応をすることで得をするっていうのが分かると、はい、疑似的にでもそういう振る舞いができて、うん、そういう気持ちが分かってくるのかなと思ったので、そういう気持ち、あ、そういうことをやると、はい、ありがとうって感謝されたりもするわけじゃないですか、はい、いや、人と寄り添うってっていう気持ちに、男子って別に愛嬌良くしたって、はい、女子ほど恩恵を受けないので、はい、より人と遠くなるのかなっていう。男子ほどその引きこもりが無垢くなる、引きこもると、引きこもるとっていうか、なんて言うんでしょう、思考が強くなるというんでしょうか、はい、 F への感受性の理解度が、はい、女子の T より男子の T の方がちょっと、はい、そこでも T と F っていうよりは E と I な気がしますけどね。社交的で人との関わりって。なるほど。はい。あ、桜さんがね、私は高校生ぐらいまで多分自覚なしに社会的に F を身にまとっていました。昭和生まれだからかなと。はい。だって得だもんねって。んと、F の方が？あ、なんて言うんだろう。人の気持ちに寄り添う態度を F って名付けていいですか。はい。人の気持ちに寄り添って分かるよってやるのが、はい、F だとすると、はい、そこは F じゃない、あ、分かんないですけど、外交じゃないですか、得だよって思うのは。あ、ごめんなさい、これ僕の言葉が悪かったんですかね。じゃあ、はい、内向の人はこう自分の心の中で分かるよって思ってるだけみたいな感じがあるじゃないですか。え、でもそれ人にどうやって伝えます？伝えないですよ。だから内向の人は。内向の人も伝えますって。なんとなくじゃないですか。私あなたのこと心配してるよみたいなのは伝えない気がするんですよ。なんとなくこう心配して遠くから見てるみたいな。こっそり何かやってあげてるみたいな。隣にそっといるぐらいの。なるほどね。はい。あのね、F を僕がやっちゃうとダメですね。僕の表現になっちゃう、ね、はい。男子は F の使い方が下手なのかもしれないですねと。で、ここでいくと F と T の違いって、この
理想主義か合理主義かの違いですよね。なるほど。感情とかっていうよりは人々の関係、人との関係、はい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 、どっちを大切にするかですもんね。はい、みんな仲良くみたいな感じじゃないですか。大将あんまそういうのないですか。僕はどう立ち振る舞うかですよ、見てるのは。考えてるのは。なるほど。いや僕もどう立ち振る舞うかですよ。仲良くなるためにですよね。うん。で大体どの場も自分がピエロになればよかったので、はい、率先してピエロをやってましたけど、僕はもう快楽主義的にですよ。あ、自分楽しいか楽しめるかですよね、多分。なんかパッと行った時にどの人と一緒にいると楽しそうかなみたいな。なるほど、はい、これやっぱこの中でのタイプの分け方は分かりやすいですよね。社会的な要請により F のペルソナを被る傾向があるということですかね。 F の定義が、はい、その何ていうの、人の気持ちが分かるよみたいな、はい、ところだと。で理屈よりも人の気持ちに寄り添う方が大切っていうのを F だとすると、うん、はい、そっちの方を取った方が、はい、社会的には分かんないですよ。分かんないですね。はい、あの合理的に振る舞った方がかっこいい場面で、会社ではそうですよね、仕事部では、はい、ただ中高生ではどうでしょう。中高生と何を持って成績の分で言ったらこう賢く振る舞った方が、いやそれでは、でもどっちが得をするかで、はい、友達関係とか 社会的な場でどっちが得をするか、成績が良くなれば得だって考えれば関係なくいるでしょうね、そこに、はい、っていう人たちもいるだろうし、やっぱりみんなと仲良く、なんか学園のヒエラルキーの上にいたいみたいな価値観だとなんか周りの人と仲良くみたいな。大将そんな強かったですか。何がですか。俺は勉強できればいいからさみたいな、ヒエラルキーとかグループとか関係ねえよっていう感じでしたか。はい、あの、はい、その別に勉強できればいいとかっていう話でもなくて、はい、どこで誰と遊ぶのが楽しいかってだけですから、あ 楽しければいいみたいな。そこに、はい、グループと、あの、なんて言うんでしょう、グルーピングみたいな、はい、マップは見てないですか。マップは見てないです。なるほど。人ってそんなに強いですかね。強いとか関係ないですよねって感覚です。強いからそれをやってるわけじゃない。あ、僕はやっぱり多分ね、あの、まあ、NF はイルカって例えられるんですけど、はい、群れの生き物なんですね。はい、だから群れてないと辛いって話ですよね。バカにしとんのか。なんだその言い方は。あ？でも群れの生き物だっていう。でも基本動物ってそうじゃないですか。はい、はい、そしてまた、群れる動物が弱いわけではないよっていう。あの、群れようとはしてないけど、うん、誰かと会いますよ。楽しそうな人、あの人って気が合いそうだな、楽しそうだなって思ったらそこに行くだけの話で、群れ、その群れが魅力的だからじゃなくて人ですよね。なるほど、はい、みたいな感覚。一回ね、はい、リストンさんの意見に対して、はい、体調のやつはちょっと置いとくと、はい、僕の中では F の仮面をかぶった方が、はい、有利に働くんじゃないのっていう、はい、僕は見方をしてます、はい、あ、見方をしてるので。それがカーシーの優越って話じゃないですか。あ、なるほどね。はいはい。で、だから二等兵はそれをよく使ってるっていう。うんうんうん、で、僕はこう、快楽主義的だから、快楽主義をよく使ってるみたいな。誰と一緒にいると楽しいかみたいなことは。リストさんが言うのはね、はい、いや、社会的な要請によって F のペルソナをかぶる傾向があるっていうことですかねっていうのは、はい、僕はなんか、まあ、みんな使い分けてるのか、それはでも。はい。まあ、必要であれば使うんじゃないですかね。多分 SJ、NF と NT、SP とちょっと分かれそうですね。はいはい、この辺は。人への寄り添い方がわざとらしく感じられるのは F をうまく使いこなせない T って感じがしますと。まあ、そういう下手な入り方って感じるときありますよね、はいはい。女性管理職を対象に MBTI セッションやると T の率が高くなり、その後フィードバックを行うと F と T が半々になると聞いたと。まあ、あのエニアグラムもそうでしたが、はい、そのある役職とか仕事をしてると、はい、なんか社長やってるとどうしても受け答えが8っぽくなるとか、
って言いますもんね。散歩くなったり。散歩くなったりとかって。はい、だってやっぱり仕事の場面だと、その、どうしても。まあ仕事の場面っていうか、その立場になるともあるんじゃないですか。だから T をいっぱい使ってたら、私は T だってなるのは理解できますね。うん、エニアグラブタイプ2の方であれば、あなたのことを心配します、していますとはっきり言う、まあ、には言うかもしれないですね。うん、はい、どうしたの、これ食べなよって、元気になるよって、うん、ここまで来そうですよね。来そうです。グイグイって、はいはいはい、絶対これやるといいよって。うん、はい。ゆきさん、女性ほど学生時代とか集団で行動した方が良いことが多い気がするので、そこで F が必要とされるのかなと。まあ、本当に。僕はそうやって、そうだよねって思うんですけどね。はい。僕の中では。はい。その、女子ってグループで動いてて。はいはい、はい。うっとしそうだよなって。まあ、男子もグループで動いてませんか。動いてて、そうね。うっとしそうですよね。で、うっとしいとこには僕は行かないって話です。楽しそうなとこだけに行く。昭和の価値観では女性は家事みたいなところもあったが、F だから家事に有利とは思いませんと。ついでに言うと、愛なのに E をまとってたと。高校ぐらいまで女子は E で F が人気者だったし、私らしさを地で行くと孤立すると分かっていたのでと。まあなんか同じ世代を生きていた人間として、はい。まあ勝手に同じ世代って言っちゃうんですけど、はい。分かる気はするんですけどね。より今ほど、はい。多様性ではなかった。はい、はい、はい。それは、はいはいですよね、多分。ま、なんか個性が認められるような感じではなかったですよね、はい、あの子もいてこの子もいいみたいな、うん、な感じではなかったですよね、はい、と思ってます、はいはい、なのでその女子が E で F が人気者っていうのは、はい、あもうそうだったなと思ってます、はいはい、NF の方々とは積極的にあなたのことが心配なんだと言わなそうだなと私は思っています。言わないでしょうね。女性管理職の話は、女性は論理的でないという偏見に抗うためそうなるそうですと。なるほど。余計にそうなる。そうだよね、うんうん。そういう偏見もありますもんね、確かに。F と完璧な家事の矛盾する2つの欲求されるのが女性なので、T の母が毒親気味になりがちかもと。なるほど。あ、あやさん、今はどうかもわからないですが、昭和生まれは共感力がある方がモテますし、パートナーに選ばれやすいかなと思いますと。わかる気がします、はい、人間も群れを作る動物ですよね、はい、そう思います、はい、モテや孤立をあまり気にしていた頃はストレスかなりあったけど、気にしなくなってからは楽になってきたと。だから必ずしも F を演じた方が良いとは限らないと感じますと。今はそうだと思います、はいはい、F のペルソナ被るか T のペルソナを被るか状況によると思います。そうですね、はい、あ、ストレイズさん、 T が生きづらさを感じて社会に合わせようとするとき、多少 F で理屈を学ぶかなと。 ET だと IT よりもあまり生きづらさを感じなさそうだと。この要は内向してうんうんうんってなってるのが生きづらいっていうことですか。そうじゃないですか。だと結局は表に出ようになるんですよね。表に出るのが表に出よう働こうになるんですよね。あ、わかんないです。あ、君が何を言ってるのかがわからない。うんと違います。答えがわからない。あー、なるほど、はい、私が共感力不足で年上の夫とギクシャクしているのと。昭和の男は幼く母性が必要なのねって。いや、男は基本母性が大事なんですって、はい、鬱陶しくない女性の中に潜んでいると。自分を殺してね。でももう社会に出れば安心だよね。